ごきげんよう、山口あゆきです。今日はたこ焼きパーティーをしたいと思います。イエーイ。ということで、たこ焼きパーティーをするので、たこ焼きの具材を切っていきたいと思うんですけど、たこ焼きと一緒に食べる副菜も作っていきたいと思います。それではクッキングレッツスタート。とりあえず髪の毛はくくります。今日はですね、ほななじゃーん。今日はスーパーでたこ焼きの具材だけを買ってこようと思ってたよ。もちろんその具材だけ、ネギとかさ、いろいろあるじゃない、その薬味とかチーズとかさ、それだけ買ってこようと思ってんけど、硬い、買ってきてしまいました。これはお買い得すぎでしょ。なんと 1133g ってことは 1.13 1kg あるってことで、1キロ以上あるズリです。鶏肉のズリです。なのでこれ大量に手に入れたので、このズリを使ってニンニク炒めを作っていきたいと思います。そして家に残っていたえのき、そして家に残っていたしなしなのニラ、これは本当に危ないです。三つ葉、まあ大葉でもいいんやけど、でもう一個びっくりしたのがこれ見てください。100円で大根3つ入ってました。これでもなんか一品作れたらいいなと思います。野菜を切っていきましょう。野菜と肉の腐ってる判断はしなしなとかじゃなく、ちょっと枯れてるとか、あとぬるぬるしだしたら終わりです。ぬるぬるしだしたらもう肉も野菜も食べやんといてください。レッツクッキング、この100均で買ったタッパーの上に入れていきたいと思います。まあ、こんなもんです。もうしなしなになってるから切りやすいわ。これ端っことかはこうちょっとね、こういうちょっと傷んでるなと思うところはペッて捨てましょうね。でここに入れて、でえのきちゃんも切ります。まあ、切れてますね。ということで、なんかこのえのきってか、これはまた保存します。ちょっと長細いので切りたいと思います。切ります。こんな感じで、ニンニクは潰して、皮むいて洗います。玉ねぎ切る、玉ねぎのみじん切りをするような感じで切ります。はい、OK。 チビの皿に入れます。次ズリですな。あ、待って、野菜全部切っていっとくわ。なんかエゴマの葉っぱが50円で安かったんで買ってきました。これは大葉です。ちょっと刻みます。大葉はね、叩いたらいい匂いするんですけど、細かく刻むのでもう無意味です、やるそれは。なので細かく刻んだらもう香りは出るので、そこはカットします。これはね、ここに入れますわ。たこ焼きの上にかけるタイプでいきます。こんな感じで、もう細かくしたいけど、もうこんなもんでいいですわ。はい、こうやって、もうここに入れて合体したら何が何かわからなくなるような、そんなんも、もう何でもいいんです。エゴマの葉っぱ、たこ焼き巻いて食べるのとかでもありか、それはないか。こんなにいらん、こんなにいらんかもしれんな。ズリにちょっと入れようか。ズリに入れるようで、ズリに入れるようでこういきますわ。こ
これはズリに入れるようです。こう大雑把に三つ葉と一緒に置いときましょう。こっちは薬味に使います。まあ、多分アイキしか食べへんけど体にいいからね、ゴマの葉は。くる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 ーと、めっちゃいい匂いするやん。やば、さすがゴマの葉ちゃん、めっちゃいい匂いする。これはこっちに置いとくわ、混ざったら嫌やから。でここに明太子入れるわ。大根ちょっとめんどくさいんでもうやめます。ずり切ります。大根の本体は煮物にしましたっていうか、おでんみたいにしました。そしてカパは、大根の皮はきんぴらみたいにしました。そして大根の葉っぱはふりかけにしました。これやばい、これやばい。ずり切ります。切り込みを入れて火が通りやすくします。ちょっとこれがめんどくさいよな。でも料理はめんどくさいとか言ってたらダメですよ。よし、めっちゃ量入ってんねんけど。似合う。ちょっとでかいかな。でかいわな。ちょっと切りますわ。怖っ。やられるやられる。これちょっと時間かかるわ。一旦切ります。めっちゃ時間かかる。よし、今日の使う分はこんだけ。これを袋に入れるわ。入れます。これ使う分ね、今日ちょっとお酒入れます。胡椒だけ振っときます。こう振りますと置いて、まっすぐ炒めるんですけどね。ちょっと食べやすい大きさに切って冷凍していきます。え、なにこれ、めっちゃふっついてる。お、そういうタイプ。これで次食べるとき楽ちんなんでね。2つから、この2つから1つにはしときます。こういうことね。じゃないと腐らして食べられなくなるから、やっぱ冷凍しておくっていうのが一番いいんですよ。いっぱい買って、大量に買って、それが節約のコツ。時間かかりのやったわ、はあ、ということでズリが全部切り目入れてラップに包みましたんで、ジップロックに入れて冷凍庫に入れたいと思います。あーしんど、なんてこったホトトギスよ。はあ、疲れた。やっぱり1キロ以上は疲れますね。じゃあこれは冷凍庫に入れていきます。ズリタコ切ります。今回はね、エビもたこ焼きに入れようかなと思ってます。え、タコ汁バレててるやないかい。どんぐらいの大きさがいいんでしょうね。
ちゃすぎてもあれやし、大きすぎても入れへんし、なんでしょう。で、タコの口、タコの口は当たりということで、タコのさ、尻尾、このタコの尻尾はなんかバイキンがあるって言うやん、よく。なので捨てます。知らんで、バイキンがあるかどうかなんて。タコに聞いてみるの分かれ。入れたい人は入れてください。私は入れません。タコ準備 OK。 エビもまだちょっと。ということで、今からズリを焼いていきたいと思います。眠たい。じゃあ何やるって言った？ズリね。はい、ごま油で炒めようかな。今日は油にしよう。ニンニク、ズリよ。イン。キャベツ切ったやつ入れます。キャベツを切ったんやけど使わんかったって。次、えのきでいきます。今日も全部入れます。プリちゃん、味ぽん、鶏ガラ、麺つゆ、麺つゆかな。最後はうわお。オッケー、美味しい。それではたこ焼きの粉を作っていきたいと思います。私はいつもこのたこ焼きの粉で作ってます。有名なんかな、大阪にしかないんかな、わかんないですけど、これをいつも使ってます。安いのにしようかなと思ったんですけど、なんかそこをなんかケチって、なんかうん、あんまり美味しくないってなるのは嫌だったので、こっちのいつも食べている美味しいたこ焼きの粉にしました。粉から作らんのかいって思うと思うんですけど、粉からなんか作りません。はい、そんな時間ありません。そう、これが美味しいからこれ使います。ハサミなんか20個分でこの粉 100g らしいねんけど、多分20個じゃ足りないと思うので、40個作りたいと思います。なのでこれ 100g 粉 100g と卵2個と水を300なんで 600cc ml 入れたいと思います。なんて、200g 量りで入れたいと思います。量ります。うわ、これ空いてるパターンな。201、ちょっと多かったけどいいです。卵を2個割り入れます。これ卵割るとき、こう卵同士をパンってするんですけど、片方しか割れへんの知ってました？いくで、ほら片方しか割れへん、すごいよね。でも確かにこう頭突きするときって、下側は痛くないけど、された側痛いもんな。そういうことや、結局は。はい、ということで次はお水を
600cc 入れたいと思います。600、600、600、いつも測れへんねんけどな、今日やっぱり測っといた方がいいかなと思って今今日は測ってます。混ぜろやつ、これで混ぜようかな。いやめっちゃ汚いわ、やめとこ。何で混ぜようかな、混ぜるやつなくない、混ぜるやつなくないということで割り箸で混ぜたいと思います。こういうのは結局割り箸が一番いいから。うわ粉飛ぶんだけは勘弁してほしい。ちょっとダマダマなってるなと思いながらもね、まあ、そういう時もありますよ。見たい。あ、みんなは分けてちょっとずつちょっとずつ入れてくださいね、水を。じゃないとダマなる、悪い例です。ちょっと割り箸じゃ無理かも、電動使いますわ、100均の電動。ガス、これめっちゃ便利ですよ、100均で売ってるんですけど、みんなもよかったら買ってみてはいかがでしょうか。疲れた。はい、ということで生地が出来上がりました。じゃあこれを焼いて食べるだけです。じゃあ今日もご視聴いただきありがとうございました。食べる動画もぜひ見てくださいね。バーイ。あ、チーズ、生姜、チーズの中で半分ぐらいで食べる、うん、何でもいいよ。